要注意団体、財団だけが、超常現象、刑事上学に興味を持ち、投資を行う団体ではない。他にも、私利私欲のためか、あるいは人類を守るために、SCP を所有、使用、制作するグループが存在するのである。その一部はライバル組織であり、一部は財団からの分派であり、一部は財団が信頼する仲間である。いずれにせよ、財団が知る各団体に関する概要、と、それに対するスタンス、を作成し、配布する必要があると判断された。アレクシルバ大学。ごくわずかしかアレクシルバ大学について、またはその動機についてわかっていません。ラテンとギリシアの文化が、少なくとも西半球に対する優位を維持するある種の平行世界に、組織が存在することを示唆する証拠が発見されています。この世界の他の地域については現在まで何もわかっていません。アメリカ中南部、とりわけテネシー州。大学自体がその地域にあると推測する財団研究者が主流。で、すべての大学関連のアイテムは見つかっています。大学、オブジェクトを構築しているとは思われない。に関連する多くのオブジェクトが、カイト・ランジム、コンバイン、という代理店を経由し輸送中に回収され、関連した文書業務が付随する機関を通しており、それは彼らから来たものとと場所に光を投げかけるのを助けました。現在までにオブジェクトの転送方法については知られているすべての技術は、アインシュタイン、ローゼンバーグに類似した原理を使うということです。その概念は純粋な現代科学的な理論によるものであると思われます。自然哲学家として知られる大学の部署は、他の部署の同意なしに知られない要転送を行っているのかもしれません。アレクシルバ大学に関連するカタログ化された SCP は、SCP-877、SCP-961、SCP-1043、SCP-1080、SCP-1081、SCP-1083、SCP-1546、および SCP-1998 が含まれています。アレクシルバのタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。Are we cool yet? アート、テロリスト、の集団である、Are we cool yet? のメンバーたちは、特異な物体や存在を入手、制作する能力があり、芸術作品を創作するためにそれを使う。これらの作品はできるだけ人目に触れる場所に置かれ、多くの場合、いつでもではないが、見物人の生命を危機にさらすものである。Are we cool yet? というフレーズがいつも何らかの形で残されている。Are we cool yet? の関与があるものは、SCP-1018、SCP-1043、SCP-1057、SCP-1074、SCP-1999、および傍受放送のトランススクリプトが含まれています。Are we cool yet? のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。カオス・インサージェンシー。カオス・インサージェンシーは財団の分裂派閥であり、危険な支部であった A、W、O、L、といくつかの有用な SCP によって1924年に作られる。それ以来反乱組織は個人的な利益のために SCP を利用しており、世界の権力基盤を統合するため、世界を舞台にする厄介な指し手となっている。反乱組織は SCP でだけでなく武器の密輸や情報収集も扱っている。第三世界諸国の独裁者を利用し、財団が D クラスを使ったの同様に多数の人員を用いている。このため、過激な実験、軍による容易な徴兵、そして反乱組織との有利なビジネスを続けるため、これらの国々が受ける極度の貧困と戦争を維持する支援をしている。反乱組織の所有する大部分の SCP は分かっていない。知られているもののうち最も注目すべきは、ヘルメスの杖、
それが触れるどんな物理的及び科学的静止も曲げることができるアイテムと、エントロピーのベル。それが叩かれるに従い、破壊的な様々な効果を引き起こす可能性があるオブジェクトが存在している。これらの SCP の両方はもともと財団によって少なからぬコストで得られたものだったが、反乱組織の創設者によって盗まれた。反乱組織はまた SCP-355 及び SCP-884 に関連性を持っている。反乱軍の主な拠点の所在地は指導者と共に不明。組織は財団と直接敵対しており数回 SCP アイテムをめぐって衝突している。人員はテロリストからあり得る吸収。反乱組織からのスパイを意識し、仲間の職員の奇妙な振る舞いについても司令部に通知の義務がある。カオスインサージェンシーのタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。壊れた神の教会。SCP-882 の発見と収容の後ほどなくして、この、教会、の構成員が現れ、神の心臓、の返還を要求しました。ロバート、ブマロなる人物に指導される熱狂派の一派であり、多くの SCP は宇宙創生の後崩壊した、神、の一部であると信じています。それらをすべて元に戻すことで、神聖をも得られるだろうとしています。最初の接触以来、神の重要な3つの部品が差し当たって判明しています。それらは SCP-217、SCP-271、SCP-1139 です。SCP-808 の組み立てに従事する分派が存在します。教会は財団を異端者たちと位置づけており、財団の活動対し非常に敵対的であり、作業員を殺害し SCP の収容施設を破壊しようと試みています。彼らがどのようにこれらの物品を探し当てたのかは不明ですが、驚くべき的確さでそれをやってのける能力があることは確かです。加えて、彼らが SCP の、とりわけ SCP-882 の、精神的魅惑、による心理的影響に強く抗う能力があることも分かっています。教会は財団と SCP 双方にとって脅威であると見えます。構成員の実動部隊により拘束するか、財団職員により必要と判断されればどのような手段を使ってでも排除しなければなりません。壊れた神の教会のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。ワンダーテインメント博士。ワンダーテインメント博士が個人なのか組織なのかは不明である。ワンダーテインメント博士について知られているのは、子供のおもちゃに似た特異な物体や存在を生み出す力があるということだ。ザ・ファクトリーとの関係が疑われているが、確認されていない。現在までに作られたのは、SCP-445。SCP-549、SCP-846、SCP-905、SCP-909、SCP-913、SCP-917、SCP-920、SCP-949、SCP-1103、SCP-1550 です。ワンダーテインメント博士のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。ザ・ファクトリー。ザ・ファクトリーについてはほとんど知られていない。その例外は特異な物体を生み出す力があると思われることだ。そうするために大量生産技術を使用する。現在までに作られたのは、SCP-133、SCP-248、SCP-585、SCP-690、SCP-721、SCP-750、SCP-1125、SCP-1317 です。ファクトリーのタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。第5教会。この教会と他の教会との関係は人々にとっての同契約者のようなものだ。
見かけ上の類似点はあるが、相違点は全て強調され誇張され、どこが違うのか指し示すことはできない。そう、君の中でそれははっきりしない。だがそれはどういう意味か、なぜそうなっているのか、呼んだとしてどうなる。博士。第五教会は第五主義教会。あるいは第五主義者連盟としても知られる、あらゆる娯楽産業とのパイプを持つ高度に秘密主義的な宗教団体です。たびたびの調査にもかかわらず、2007年の星を見る人作戦で知られる全国規模のおとり捜査を最後に、100人の確認された第五主義者の著名人や主要人物の監視リストが維持されていますが、それ以上協議、活動、構成員の規模、目的の詳細は確認されていません。その起源は20世紀中頃のいくつもの時代、北米とアジアに散在していますが、いくつかの起源は数世紀前にも遡ります。第五教会は SCP 財団に対し直接接触してきたことはありませんが、敵対的な勢力と考えられます。現在、財団の保護下にある、この団体と関連付けられる研究対象は SCP-1523、SCP-1982、SCP-1724、SCP-1425 などです。第五教会のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。世界オカルト連合、GOC。GOC は、第二次世界大戦後に、ナチス、ソビエト、連合軍から離脱したオカルティスト、霊媒師、司祭、科学者の生き残りが集まり、作った同盟組織です。世界という舞台が広がるに従い、国の数が増えた分だけ GOC も手を広げて、現在の形になりました。GOC は大体において政治的な勢力であり、自らを超常的な世界の警察であるとみなしています。彼らは超自然的な存在を破壊することに誇りを抱いており、でき得る限り最先端の革新的な装備を後援者たちから入手して、使用します。これまで、SCP の可能性があったものを、財団が獲得、収容する前に、GOC が破壊してきました。状況によって、GOC は財団の側につくこともあれば、財団と対立することもありました。彼らは概して財団を軽蔑しています。財団が SCP を徹底的に破壊せず、使用、収容しているからです。GOC は財団の途方もない力に敬意を示し、普段は近寄らないようにしていますが、彼らの関与が疑われる事件がいくつかあります。当人たちはきっぱりと否定。GOC のエージェントには、疑念を持って対応すべきです。GOC の関与が知られているのは、SCP-1609、SCP-1899 です。世界オカルト連合のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。ロシア連邦軍参謀本部情報総局、部局。その起源は、エクシーリー・フォルバイ、CHB、AKN、非常事態委員会第4部局、として知られ、1935年初頭にヨシフ・スターリンの直接命令により創設され、当初の任務は、S ・キーロフ暗殺事件の捜査でした。第二次世界大戦の間、委員会は、GRU の、サイコトロニクス、精神工学、部局として新規再編されアーネン・エルベやナチス親衛隊、バチカンの多くの脅威への対抗活動とソ連政府の利益のため国内外の多くのアーティファクト研究に従事してました。P 部局はこの役割を冷戦中も引き継いでおり、コミンテルン加盟諸国内での財団の活動を難しくさせていました。1991年以降は、急速な再編と予算削減と資産売却、焼却も相まって職員の脱退と彼らの保有する多くのアーティファクトのヨーロッパの闇市場への流出を招きました。現在、この要注意団体の財団に対する脅威はわずかなものです。
GRUB 部局と関連のある研究対象は SCP-1011、SCP-1723、SCP-1232 です。GRUB 部局のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。ハーマン・フラーの不気味サーカス。ハーマン・フラーの不気味サーカスは、異常な起源と目的を持つサーカス団であろうと推測されています。この集団が実在するという証拠は、現在のところ多数の知性型 SCP の申し立てと、異常性のない損傷した物品以外にはありません。初期の分析では、アーウィークールエットのダダイズム芸術家集団による策略の産物であると多くの職員に信じられていました。代表的な関連するオブジェクトは人間型で、SCP-1884 や SCP-1860 のように何らかの形での身体的欠損が見られます。それ以外には SCP-1921 のような祭りの会場にある典型的装飾芸術品、あるいは SCP-1956 や SCP-1931 のような見せ物におけるアトラクションとなりうるものがあります。ハーマン・フラーの不気味サーカスに関わるオブジェクトは一般に、ショーが公演されたとされる会場で発見されます。ハーマン・フラーのタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。境界線イニシアチブ。境界線イニシアチブは1960年代後半に主要アブラハム系宗教、約中ユダヤ、キリスト、イスラム教のいくつもの影響力のある団体によって、増加する数々の脅威となる活動や団体への対抗のため創設された組織です。境界線イニシアチブの目標の全容は判然としませんが、彼らは自身の教義に、SCP の回収ないし破壊を含んだ目標を持っていると知られています。この団体は、その設立を含み3つの最大派閥出身の指導者たちによって構成される採決機関によって運営されていますが、大規模な内紛によりしばしば団体の完全な舵取りに至らず公的な指導力を失いました。この団体の主要な私兵部隊である、鉄槌計画は一般にタイカルト作戦と SCP 回収作戦のために配備されています。この団体と他の要注意団体や財団との関係は一貫しているようです。この団体の全部は落ちたる神の教会や第五教会を強い敵意を持って認識しており、そして時として武力衝突に発展する。一方で財団や GOC、世界オカルト連合に対する感情は、構成員個人の内部協力次第で、あからさまな敵意から限定的な協力の意思へと大いに変化します。境界線イニシアチブのタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。マナによる慈善財団。1971年に宗派を問わない人道支援機関として設立され、復元された文書によれば、この財団の任務は、神の奇跡を残されたカノコらに分け与えることです。様々な慈善運動団体や宗教団体の提携を通して、時には富裕な博愛主義者や学術機関からの公式の指示によって間接的資金援助を受けてます。設立以来この団体の主要な行動指針は、第三世界、戦争被害、飢饉や自然災害で困窮した地域の市民へ SCP とその副産物を無償配布することです。この団体は現在、国連に NGO として認知され、本財団の影響力の外にあるいくつかの敵対的な地域や孤立した地域で合法、非合法に活動していることが知られています。現在に至るまで、この団体によって配布されたと知られる SCP で人類と社会に対する国際的な災害をもたらしたものは存在しません。そして拘束した団体工作員は強い平和主義的信念を実証する傾向にありますが、しかしながらこの団体の関与した収容突破はしばしば、研究対象の解放による予測不能な結果、
または長期的な挙動に関する厳密な科学的調査なしに潜在的に役立つ。研究対象は即座に配布するという目標、あるいはその両方のために、人的損失や国際情勢への深刻な脅威を引き起こしました。この財団と関連のあることが知られる研究対象は、SCP-1135、SCP-1176、SCP-1615 です。マナによる事前財団のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。マーシャル・カーター&ダーク株式会社。イギリスのロンドンに拠点を置く、クラブ、です。超富裕層に対し世界中で広範な財政界とパイプを提供しており、この集団は財団に対して広範な問題をもたらしています。マーシャル・カーター&ダーク株式会社は会員に可能な限り独占的に、高価で希少な体験を提供するために世に知られていない希少品を収集しています。これらの活動は再三にわたりに財団との摩擦を引き起こしています。この集団は軍事力の行使が確認されておらず、彼らは目的達成のためにむしろ財政的、政治的圧力の行使を好むようです。彼らがより直接的な手段に訴える際は、外部のエージェントを雇うため、このエージェントとの関連付けは非常に困難です。マーシャル・カーター&ダーク株式会社は主に資金や社会的圧力の行使を通していくつかの SCP 脱走事件を起こしています。いくつかの報告、記録、個体そのものさえもが、法外な買収金や監禁や拷問の脅威に瀕した財団職員の手によってリークされました。とりわけ、2つの収容サイトが、財団がこの会員による接触を拒否した後に一般人の注意を引くことになりました。会員のリストや幹部の氏名といったマーシャル・カーター&ダーク株式会社に関する情報を入手することは非常に困難であると分かっています。この集団の会員に遭遇した職員には、いかなる理由であれ、偽装した経歴を維持し、財団との関係や SCP の情報を明かさないことが勧告されます。マーシャル・カーター&ダークのタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。何者でもない。現在、何者でもない、と呼ばれる個人、存在、集団に関してはほとんど知られていません。これは1954年に初めて察知され、以来何度となく見え隠れしてきました。いずれの場合も個人として姿を現し、普通は灰色のスーツと中折れ帽で着飾ったコーカソイドの男性の姿です。正体を尋ねるならば、彼は、何者でもない、と答えます。しかし、単独の個人や単独機関による複数人の工作員の仕業であるかはわかりません。彼らの行動指針は現在のところ不明であり、しばしば職員は自身を、何者でもない、と名乗る工作員と遭遇します。何者でもないのタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。イスラムアーティファクト開発事務局、ORIA。イスラムアーティファクト開発事務局、The Office for the Reclamation of Islamic Artifacts ORIA。ハイランの最高指導者にのみ従う準軍事組織で、中東及び中央アジアにかけての無数のアーティファクトの収集と利用に従事しています。1979年の革命勢力によるパフレビー朝政府の転覆とそれに続くイラン。イスラム共和国建国により、財団職員はすべて、植民地主義の工作員、として国外追放処分を受けました。国内の機密を収容しようという試みは失敗に終わり、財団職員の多くは逮捕ないし殺害され、サイト、および、はイラン軍に接収されました。イラン国内にまともでない研究が放置されるのを防ぐため、ORIA、は1981年に最高指導者ホメイニの密命によって創設されます。その名前によらず、この集団はイスラムを起源とする無数の研究対象を追求することにとどまりません。
ORIA は多くの資源に手をつけていますが、組織内部のいくつもの派閥間の内紛によりその活動は制限されています。彼らの一派は数々の研究対象を兵器利用するか、あるいは自然に任せようといった思想上の違いから論争しているようです。内部分裂は ORIA の組織がしばしば重複する担当地域に複数の指揮者を配置するなど、意図的なものであるようです。この変更の背後にある理由は何人も最高指導者に敵対できるほどの力を蓄えないようにするためだと想像されます。イランの中東及び西アジアでの覇権王位に際し、ORIA は中東における主要な非合法組織となり活動範囲を拡大しました。ORIA は敵対的な勢力と考えられ、財団職員は遭遇した際には特別に警戒するよう勧告されています。開発のタグがある前ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。オネーロイコレクティブ。オネーロイコレクティブに関する財団の唯一の情報源は、コレクティブに遭遇した人物へのインタビューと、コレクティブが残した異常なオブジェクトです。コレクティブの、メンバー、である人物がいるのか、または財団が認識している現実の完全な外部にいる人物として存在するのかどうかは不明です。研究者の仮説によれば、オネーロイコレクティブは明晰夢であり、非永続的な夢をより永続的な現実に持ち込むために活動しているかもしれないと考えられています。噂では、財団職員の中には、夢の中に幻影や光が訪ねてきて、職員の持つ影響力や役割をコレクティブを支援するために行使するよう訴えてくる、と信じている者がいるとされます。諜報活動により、彼らの存在は他の要注意団体も記録しており、おおむね財団と同程度の接触機会があることが判明しました。オネーロイコレクティブには、非常に独立した存在、何者でもない、など、に対しても接触できる能力があることは明確です。コレクティブと相互に敵対的であることが報告されている唯一の要注意団体はザ・ファクトリーですが、その理由は不明です。オネーロイコレクティブに関連するドキュメントには SCP-2805、SCP-2028、SCP-2272 が含まれます。オネーロイのタグがついた全文書を閲覧するには SCP 財団のサイトに移動してください。株式会社プロメテウス研究所。プロメテウス研究所は、数年来、いくつかの潜在的に非凡な超自然的な特性を持つ製品の開発を行ってきた。削除済み。を中心に R&D 企業として1982年に設立されました。プロメテウス研究所は、超常的な異世界に対する人類の克服を助けるための技術と道具の開発を標榜している営利団体です。財団に対して直接的脅威がないよう装っていますが、プロメテウス研究所は自身の目論見に対し盲信的であり、彼らの保有するいくつかの物品に関して財団による収容勧告を拒絶してきました。1998年1月9日、プロメテウス研究所の計画の一つである、削除済みが彼らの母体施設の消滅を引き起こしました。事件後、財団はプロメテウス研究所の爆心地を清浄し生存した職員と残存品を回収しました。物品は SCP として回収され生存者は財団に誘致しました。財団は現在プロメテウス研究所の支部と外郭団体との連絡手段の確立を試みています。プロメテウス研究所の施設から収容された研究対象は、SCP-148、SCP-155、SCP-534、SCP-1290 です。プロメテウスのタグがある前ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。蛇の手。蛇の手は小規模でありながら、何度もセキュリティを破られる原因となった恐るべき組織です。我々は少なくとも3人の異なる構成員と遭遇しており、
彼らのいずれも侵入目的で無数の道具、SCP-268 を含む、これは財団から盗まれ、カオス、ゲリラの襲撃の間に回収されています。を使用することが可能であるか、事実確認されています。彼らの使用する技術のレベル、保有する使用可能な SCP の数、あるいは脅威の総合度と同様に、この組織に属する構成員の規模は不明です。しかし高度に連携が取れ危険性があるのは明らかです。彼らの指導者は、L.S. とのみ知られる人物だと考えられており、彼は財団サイトでの2件のセキュリティ突破の原因だと目されています。財団は現在、蛇の手についてわずかな情報しか得ておらず、蛇の手に関するほとんどすべての情報は GOC の情報によりもたらされています。この集団は異常な物品の使用と存在、特に人型及び知覚能力を持つ SCP を要するようです。蛇の手はこれらの SCP、特に完全に人型でとりわけ破壊的なものへの収容と破壊について非常に遠慮なくものを言います。この集団は主に、図書館、と呼ばれる異常な空間、世界の至るところで見つかるポータルを通って接触できる建物を拠点にしているようです。図書館、への直接攻撃は、入り口を見つけることすらできず、これまで実行不可能であると分かっています。しかしながら、初期の情報はこの、で、がその場所についてほとんど理解していないか制御できないことを示唆します。この集団はカオス、ゲリラ、ORIA に対して非友好関係にあるようで、特に GOC とは極めて敵対的です。唯一記録されている、蛇の手による暴挙が不発に終わったケースは GOC に対するものです。セキュリティ突破事件、X23 を参照してください。蛇の手のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。連邦捜査局、FBI、異常事件課、UIU。FBI 内部で、X ファイル、デイビッド・ドユカブニー、ジリアン・アンダーソン出演のテレビドラマから、とバカにされる UIU は、SCP、収容失敗事件、で超常現象が注目にさらされた後に作られました。後で、であると暴露されたのですが、の下院議員が下院、に追加した条項により、超常現象、超常犯罪への迅速な対応を専門にする FBI の特別部門創設が求められました。FBI 長官、当時、の公式な反対が疑惑を呼んだことから、超常現象の調査、対応、のため、年、月、日に UIU が作られました。大抵の UIU の職員たちは意欲的だが、有効な資源、訓練を欠いていることから、現場では不利な状況に置かれがちです。UIU から人材を集めるという初期の試みは無残な失敗に終わりました。なぜなら、UIU はキャリアの袋工事と考えられているので、無能な FBI 職員が集まる傾向があるからです。UIU への転属を求めるスタッフはほとんどおらず、その少数派は大抵馬鹿正直で非常に騙されやすいです。上記の理由から、UIU の捜査員は通常の FBI エージェントと同じ扱いで採用されます。UIU が本物の SCP を得たならば、無害な偽物と入れ替えるため、の、オフィスにいる、局長補佐に連絡を取ってください。こういったシナリオの際、そして UIU が財団と同じ地域で活動している際は、通常の、メンインブラック、偽装が推奨されます。UIU 所属の FBI エージェントは、財団の工作員、イスラム、アーティファクト開発事務局の工作員と交戦したことがあります。詳細は、防衛委員会報告書のを参照してください。異常事件課のタグがある全ページを見るには、SCP 財団のサイトへ移動してください。